アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかすると世界はここから劇的に動き変わるのかもしれません。令和4年10月22日場所は大阪鶴見緑地球場にて、 2022X リーグディビジョン3ウエスト、本日はその第5節になります。大阪府警シールズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく予定されております。試合時間は琉球ガーディアンライオンズの飛行機トラブルの兼ね合いもありまして、当初の時間と変更になりまして18時ちょうどキックオフの予定となっております。試合に先立ちまして両チームのご紹介をさせていただきます。本日はホームチームとして手前側に陣取っております。ホームからネイビーとゴールドをまとっておりますのが大阪府警シールズ。大阪府警認定のクラブ活動チームとして発足されたチームです。チーム名シールズは警察官として府民を守る盾として活動することを自らに課した、その志高きこのクラブチームになっております。しかしここ数年ではコロナの影響、そして様々な諸問題に対する対応もありまして、過去2シーズンは不参加という形になっておりました。チームとしては非常に厳しい時期を乗り越え、そしてこの3シーズンぶりに復帰して X3 の舞台に戻ってきております。対しまして本日はバックスタンド側、ビジターのチームとして登録されております。本日ホワイトのユニフォームをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズ。こちらは今季より X3 に参戦してきたチームです。そのチームの所在地は沖縄。なんと沖縄においてアメリカンフットボール文化を作り、多くの人にアメリカンフットボールを普及させ、自分たちの文化としようという志を持ちまして、チームが発足されたアメリカンフットボールの振興チームです。遠方地にあり、なかなかそのチーム状況厳しい中、しかし X3 に参戦し、その名を本土に届かせんとこの場に舞い寄って、参戦しております。この両チームによります試合がまもなく予定されております。さあ、これより琉球ガーディアンライオンズによるオープニングセレモニーが行われます。まずその先陣を切りまして、チームの専属チアであります琉球ライオネスがまずそのパフォーマンスを飾ります。本土離れました沖縄にそのチームの拠点を置きました琉球ガーディアンライオンズ。昨シーズンは自らの自主興行として手裏用ボールを成功させました。その勢いを買って一気に X 参戦を決意し、今季この秋よりも X3 ウエストに参戦してまいりました。その力量は早くも発揮されており、現在1敗として優勝争っている位置を保っております。この試合でその可能性を残すことができるのか、琉球ガーディアンライオンズの入場です。チーム PR ソングハイディが作曲しましたダッシュに伴いまして、その勢いのまま琉球ガーディアンライオンズの入場となりました。
両チームサイドラインに整列しまして、まもなく試合開始となります。令和4年10月22日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 2022X リーグディビジョン3ウエスト、大阪府警シールズ対琉球ガーディアンライオンズの一戦がまもなく行われます。試合開始16時キックオフ予定です。これより試合開始前の両チームによるコイントスを行います。手前側に陣取りますのが本日ホームチームとなります大阪府警シールズ、ネイビーのユニフォームをまとっております。奥側に陣取りましたビジターとなります琉球ガーディアンライオンズはホワイトです。琉球キックオフ、大阪府警リターンで試合が始まります。本日の試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チームのウォークラインハドルが解けまして、まもなく試合開始となります。まずは琉球ガーディアンライオンズのキックオフで試合が始まります。キックオフキッカーを務めますのは琉球ガーディアンライオンズ7番の藤原、千葉商科大学出身のチームキャプテンです。対しましてそのリターンに構えますのは大阪府警リターナーを2枚配置いたしました。ゲームキックオフ、さあ大阪府警リターンに入ります。このリターンは大阪府警陣35ヤード付近を越えたところでボールデッドとなりました。この位置から大阪府警の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、回数をファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し、その攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは大阪府警の攻撃です。大阪府警自陣35ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要な距離は10ヤード。さあまずは中央へのダイブプレー、フルバックタイプの選手に中央に突っ込ませました。キャリア22番、自らの体を押し込み約2ヤードのゲインとしています。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。従いまして大阪府警、次はセカンドダウンの攻撃、2回目の攻撃に入ります。先ほどのプレーのキャリアは素晴らしい中央突破を果たしました。さあそして大阪府警セカンドダウン8、ボールオン相手陣の自陣37ヤードの視点になりますが、さあ再びランプレーを選択します。これは琉球ナイスディフェンス。今度はショットガンフォーメーションからランニングバックに右オープンのランを走らせようとしましたが、これを琉球3番37番が対応しまして、このランプレーノーゲインとしました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。タックルをしましたのは琉球ガーディアンライオンズ3番の池口、日本大学出身、そして37番は、王子、海城高校出身です。さあ大阪府警は3回目の攻撃に入ります。サーダン8、さあ今度は横へ振りました。横にパスをしまして、そこからキャッチアンドランをしようとしましたが、これを琉球のディフェンス陣の集まりがよく、このパスによるランプレーも結果的にはノーゲインという形になりました。パスを補給しましたのは大阪府警の1番内海でした。中京大学出身。
大阪府警フォースダウン8、最後の攻撃権になりますが、ここでフォーメーションを変えます。パントフォーメーション、キックによる陣地挽回を図ります。パントはキックによる攻撃放棄のプレーです。このマントは琉球陣の30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代という形になります。今度は琉球ガーディアンライオンズの攻撃に変わります。パントは蹴った段階でそのボールが最初の開始点を超えると攻撃放棄という形に見なされますが、そのキックにより陣地挽回を図る形のプレーです。これにより大阪府警はまず一旦ボールを相手陣に押し返しました。今度は押し返された琉球の攻撃となります。琉球自陣30ヤードからのファーストダウンで1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新に必要距離は同じく10ヤード。さあこちらも中央へのランプレーから入ります。何枠10番ボールを託されまして密集点を突っ込みまして約3ヤードのゲインとしています。託されました何枠の10番は5夜、琉球大学出身。琉球自陣33ヤードからのセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は7ヤード。パス成功。ここでクォーターバック7番。オフェンスが開始地点より後方より1打だけできる前パスを展開しました。これを取りましたワイドレシーバー38番が約4ヤードのゲインという形になります。投じましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身。取りましたワイドレシーバーは38番の選手でした。さあ琉球これによりましてサードダウン3の状況になります。攻撃権更新必要な3ヤード取れるでしょうか。さあこれを中央へのランプレーでトップを図ります。キャリアは10番に託しました。密集点突き抜けようとしましたが、このランプレー果たして攻撃権更新になったでしょうか。攻撃権更新です。琉球ガーデンライオンズファースダー何枠10番ハンドオフからそのまま中央突破しまして攻撃権更新、最初の開始地点からトータル10ヤードを超えました。従いまして攻撃権は再び1回目となります。琉球ガーデンライオンズファースダーアンテンボールオンは自陣40ヤードの地点からの攻撃となります。クォーターバック7番パスを投じようとしましたが、このターゲットとしてはレシーバーがカバーされていたため急遽スクランブル、緊急発進のランプレードを変えました。相手ディフェンス殺到する中、見事に左方向に展開しまして約2ヤードのゲインとしています。素晴らしい判断しましたのは琉球ガーディアンライオンズのクォーターバック7番藤原、千葉商科大学出身のチームキャプテンです。エイジ41。琉球自陣42ヤードからセカンドダウン8、2回目の攻撃になります。攻撃権更新必要距離は8ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック7番パスを投じようとしましたが、その直前に大阪府警がチャージをしまして、このパスを失敗とさせました。見事なパスラッシュを決めました大阪府警のディフェンス陣、ここで奮闘します。結果的に前パス失敗となり元の開始地点に戻ります。前パスの失敗はその前進が認められず元の地点に戻って次の攻撃になります。従いまして琉球ガーディアンライオンズサードダウン8、ボールオンは自陣42ヤードの地点となっています。パス不成功。ここでクォーターバック7番密集点へのパスを投じました。ターゲットは10番でしたが、しかしディフェンスのカバーがよくパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いまして琉球フォースダウンの状況に変わります。
琉球フォースダウンウェイトパントフォーメーションをこちらも選択します。さあ大阪府警はリターンに入ります。左方向に展開していくリターナーは2番、しかしこれは琉球のカバーがよく大阪府警陣20ヤード付近で外へ出されました。この位置での攻守交代という形になります。双方ともその最初の攻撃はお互いにパントという形に終わりました。ディフェンス陣の奮闘が光る序盤となっています。それを果たして展開打開することができるでしょうか。今度は2回目の大阪府警の攻撃シリーズとなります。ボールオンは自陣21ヤードから大阪府警ファーストダウン10。ナイスランファーストダウン。ここで大阪府警ランニングバック83番ハンドオフを受けまして右オフタックル付近を突破、相手タックルを受けましたが攻撃権を見事に更新としまして大阪府警ファーストダウンとしています。再び大阪府警は1回目の攻撃という形になります。ボールオンはしかし前進しまして自陣36ヤードから大阪府警ファーストダウン10。さあ今度は横へ振りました。クォーターバックワイドレシーバー1番へのヒッチパス、ほぼ真横に投げる前パスを投じましてこれを取りました。1番がキャッチアンドラン、タックル受けながら約4ヤードのゲインとしています。失礼、5ヤードのゲインとしています。先ほど攻撃権更新決めましたランニングバック83番は小山、関西学院大学出身、そして取りましたワイドレシーバー1番は宇都宮中京大学出身のプレイヤーです。さあ大阪府警はセカンドダウン6の状況でプレーが始まります。さあ再びここでパスプレー、このパスが決まりまして大阪府警ファースター。クォーターバック11番、今度はミドルゾーンに入っておりましたワイドレシーバー16番にパスを通しまして攻撃権更新です。大阪府警ファースター。パスを投じておりますクォーターバックの11番は、田島桃山学院大学出身、取りましたワイドレシーバーの16番は内田九州産業大学出身のプレイヤーです。さあこれにより大阪府警は相手陣49ヤードの状況からのまずファーストダウン10となります。ここで選択したのはランプレーですが、これは琉球のディフェンス集まりよく、このランによるゲインはありませんでした。ノーゲインです。キャリアとなりました83番は小山、関西学院大学出身のプレイヤーです。大阪府警相手陣49ヤードからセカンドダウン10、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新10ヤードなるでしょうか。さあここでドロープレーを選択します。パスに見せかけたカウンターのランプレーですが、このランプレーをしかし琉球ディフェンス見事に対応しまして1ヤードむしろロスに変えています。さあここに来て大阪府警のランプレーを2回止める形に成功しました琉球ディフェンス。状況は大阪府警ハーフウェイからのサードダウン11。さあこの攻防どうなるでしょうか。パス不成功。クォーターバック11番、ここをパスで突破しようとしましたが、これを琉球ディフェンスが見事にカバーしパス不成功に終わらせています。これにより大阪府警は攻撃を一つ失いましてフォースダウン最後の攻撃権になります。大阪府警フォースダウン11パントフォーメーションを選択します。スラップミス。さあなんとか蹴り出しましたがこれはシャンクです。
結果的に自陣を脱することができませんでした。大阪府警陣ハーフウェイ付近で攻守交代という形になります。まずここで琉球ガーディアンライオンズが素晴らしいディフェンスを見せまして、この大阪府警の攻撃をハーフウェイ付近で寸断する形に成功しました。今度は攻守変わりまして琉球ガーディアンライオンズの攻撃という形になります。このディフェンス陣の奮起に琉球ライオネスも素晴らしいパフォーマンスで応えております。さあ琉球相手陣47ヤードからのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック7番ワイドレシーバー3番にパスを通しまして約9ヤードのゲイン。パスを投じましたクォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身。取りましたワイドレシーバー3番は井ノ口、日本大学出身。琉球相手陣39ヤードからのセカンドダウン残り1ヤードの状況に入ります。ファッサー、クォーターバック7番再びワイドレシーバー3番にパスを通しまして琉球攻撃権更新です。琉球ファッサー、ここへ来て琉球の攻撃にリズムが出てまいりました。琉球相手陣27ヤードの地点に入りましてのファッサー運転。さあ今度はランプレーによる突破を図ります。ランニングバック10番ハンドオフを受けて中央突破、相手タックル受けながら約3ヤードのゲインとしています。ランニングバック10番は5夜琉球大学出身。琉球相手陣25ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード、そして得点を上げるエンドゾーンまで25ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック7番ドローフェイクのロングパス、一気にタッチダウンを狙うプレーに転じました。ターゲットは29番でしたが、これはディフェンスのカバーが厚くパス不成功に終わっています。ダウン1つ失いましてサードダウンに琉球変わります。パスターゲット29番は中村、城西大学出身のプレイヤーでした。琉球相手陣25ヤードからのサードダウン7。さあどのようなプレーを選択するでしょうか。ナイスラー、ファースター。琉球ここでドロープレーを決めました。ランニングバック10番このカウンターに入りましたドローによって一気に中央突破、攻撃権を大きく前進してファーストダウンとしました。琉球ファースター。琉球相手陣5ヤードからのファーストダウン2ゴールに入ります。ここでホイッスル。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして大阪府警シールズ0点、琉球ガーディアンライオンズ0点、両者無得点で攻守方向入れ替え第2クォーターに移ります。